こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。目玉焼き LL 3個分です。白菜のチキンスープに外葉ですね。今日は外葉を何人分なのか、何枚分なのかな。6枚分かな。外葉6枚分ゆっくりと煮ましたから柔らかくなってます。はい、これが LL の卵。2個を2個、合計4個使った卵焼きです。もうほんまに同じもんばっかりですね。でもまあ男の一人で料理して食ってるちたこんなもんが普通です。それと今日のサムネイルはこれですね。アーモンドを食べてます。これがダイエットにいいようですね。腹持ちも良くて、欲望食べてないっていう欲望も抑えられて、で太らない、栄養的にもいいのかもしれませんね。ピーナッツと違って油を使ってない素焼きアーモンドにしてますから、それがいいのと思います。はい、じゃあ肝心の体重です。今日は昨日の晩から一切飲み食いしてません。完全絶食です。水分も一切取ってません。だから今日のはあくまでもどこまで落とせるか絞れるかの参考であって、普段の、状態もこれで維持できるわけではないです。普段の状態は機能基準です。今日はどこまで落とせるかの基準ですね。絞ってますね。水分も絞ってます。体重 55.8。体重 55.8。体脂肪率 13.8。だから体脂肪率増えてます。基礎代謝1296。内臓脂肪レベル5。筋肉量 45.6。筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5 になってます。はい、もう一度サムネイルに使うアーモンドです。これを今日はサムネイルに使います。アーモンド、白菜チキンスープに、卵焼き、白ご飯で、目玉焼きはもうちょっと硬いのが好みなので焼いています。これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。